リーヌ対スパーズ、試合後のケインがかっこよすぎると話題に。ハリー・ケインの素晴らしさが光る、スパーズとのプレシーズンマッチに勝利後、トロフィーの授与を拒否した。ケイン、試合開始時の聖者の更新で涙ぐんでいたし、トッテナムへの愛着は感じたよ。今年こそバイエルンでタイトル取って帰ってきなよ。ハリー・ケインにリスペクト。この男は30代で初めて獲得したトロフィーを持ち上げることを拒否するなんて、なんて愚かなんだろう。最も愚かなのは貴様だ。少年時代のクラブを尊重することの何が愚かだと言うんだ。なおソン・フンミンとの再会も果たした。ハリー・ケインとフルストッテナムの選手たちの素晴らしい友情、このようなマッチメイクは大歓迎さ。ケインとソンの抱擁を見れたのでよし。やっぱケインは人間としてもできてる人だな。いつか帰ってこいよケイン、愛してる。これがなぜ問題視されるのかわからない。彼はキャリアを通じてずっとトロフィーを掲げるチャンスを拒否してきた。サッカーのリスペクトのシーン歴代トップ10に入る場面だね。真のクラブレジェンド。